<laughs> そうっすよね。いやもう普通にあのサービスを作る人ぐらいのイメージで自分の中ではいますね。インターネットサービスとかを作って、まあ、企画して作って出してみて、お客さんの反応を見て、バチャバチャするのが好きみたいなのがまあ多分一番の軸というか元になっているところだと思います。やっぱ人の脳の中にある素晴らしい創造性とか。 日本にいる優秀なクリエイターの人とかがやっぱり正当に評価されてなかったりとかきちんとビジネスになってなかったりするのを解決したいなというところが一番根本のイシューになりますね。 ます。これはあの自分でビジネスを始めて1年ぐらいたって、まあ、まだ20代とかだったのでビジネス経験とかもない中で、まあ、なんとか会社を成長させなきゃいけないっていう時になんか非常によさそうなビジネス書があるっていうので買った記憶があります。 そうですねもうめちゃくちゃざっくり言うとあの。 課題に対する解決の質を上げようではなくてそもそもその課題に取り組むべきかっていうのが大事だよねっていうことが書かれている本という認識でして横軸にイシューの質があって縦軸に解決の解の質があるみたいなマトリックスを常に頭の中に持てるようになったというのが非常に大きなところですね。まずイシューの質を上げてから 貝の質を上げようみたいなこう順番を意識できるようになったというのが一番大きなところです例えば会社でいうと売上が伸びないよねっていうときに売上が伸びないから多分これは 受注数が足りないんだみたいに考えてじゃあ受注数上げるにはとにかくアタック数を増やさないといけないだから人を10倍にして10倍のお客さんにアタックしようみたいにやってしまうと、まあ、本当にイシューがそれかを決める前に動いてしまってコストがすごい跳ね上がってしまったりするみたいなことがあったりするので、まあ、やっぱりその何かうまくいってない時にイシューを探さなきゃいけないっていう瞬間がきますし。 意外とそれはうまくいってないと思った時にはもう解決法まで頭の中で考えちゃってたりすると意臭がおろそかになってるみたいなのがあるので途中で気づいいてイシューに戻るみたいなそういうケースもあります、ね、そうですねまあ抽象と具体を行ったり来たりするっていうのをやっておりまして、まあ、トヨタさんとかで有名なのがファイブ と言ったりしますが、まあ、誤回「なぜ」を繰り返して、まあ、本当の課題は何かを探してみるとか、まあ、すごく具体例を見つつそれを最大限まで抽象化した時にどうなるかみたいなことを見たりしながらあの本当に取り組むべき課題がこれかなっていうのを見極めるようにはしてますね。 そうです、ね、まあインターネットに関して言うとやっぱりいわゆる社会ののベースとととななるるよううう技術がが多いっていうのが前提としてあると思うんですねで例えばそのインターネットを使って物を売ってもいいし、まあ、あの先生が生徒を探してもいいしいうのはあらゆる使い方ができるので世界に関するあらゆる課題が対象になるっていうのがちょっと他の業界と違うところかなと。 思っていたりします。で。にもかかわらず、解決の質に関しては、日々技術がアップデートされるので。いろんな手法が出てくるっていうのがあるので。どうしても、こう、インターネット系の人で言うと。課題の解決法とか。そちらの方に目が向きやすかったりするんですね。なので、まあ、あの、世の中のあらゆることを。対象に。した。 課題,課題をまあ対象にしているにもかかわらずあの解決法がどんどんアップデートされるのでこの「イシュー」先ほどのマトリックスでいうと「イシュ」の質と「解」の質のマトリックスがごちゃごちゃになってなんかこういう新しい技術があるからこの課題解決できんじゃないかみたいなこう解決法から「イシュ」を探してしまったりですとかすることが結構あるなあと思ってますね。そううですね例えば最近だととチャット GPT いう、まあ ざっくり言うと AI に自然言語で聞いて答えが返ってくるみたいなものが出てるんですけど、あんまりにもそれがすごいので、それを使って何かやろうと思ったときにあ、社会にはこういう課題があるよねっていう風な道にちょっと行きやすいんですね。ただ、よくよく考えたらそれそんなに課題じゃないよねに落ち着くことって結構あるなと思ってます。これはあのブロックチェーンとかでも同じで、ブロックチェーンを使って、まあ 例えば地方創生しましょうってなった時に地方創生は課題としては、まあ、あるのは分かってるんですけど解決法から無理やりブロックチェーンを使うっていう前提になるとイシューの方を歪めてしまったりすするんですねブロックチェーンで解決できるイシューを探そうっていう風になるので最終的なイシューが全然イシューの質が低いものになってしまうということはよくあるかなと思ってます。 日本っってて割とと手手段を目的化すすす。るのがすごく上手だなと思ってますとで例えば欧米とかキリスト教圏だとミッションっていう概念があって神からの使命でこの仕事をしているみたいな感覚が強いらしくてそうすると例えばいい音楽作りたいからこの楽器を使うみたいな発想になるんですけど日本って割と初音ミクを使いたいから初音ミクで物を作るみたいな。 方向に行きやすいなと僕これをアメリカとかだとハッカー文化で、まあ、目的のためだったら手段をある程度問わないみたいな文化だと思うんですけど日本人オタク文化で目的はないけど初音ミクを使いたいとかそっちの方向に行きやすいなと思った時に割と生成系 AI の話とかでも日本人がめちゃくちゃ研究してどんな映画出るかっていうのをやり続けたりとかバーチャル YouTuber とか初音ミクでも 人間を使わなくてコストを下げるために VTuber を使うみたいな発想にはならなくて VTuber でやった方が楽しいからそっちやるみたいな方向に行きやすいので割とやっぱ勝ち筋ってこのオタク文化的な手段を目的化してどんどんこう性能を高めてしまうみたいなところかなと思っているのでその意味で今の技術進化ってこちらにフィットしてんじゃないかなという話ですね。 例えばあのマイクロソフトの Bing という検索エンジンがあのの利用率一番高いのは日本人だみたいなニュースがあったんですけど個人単位でいうとそういうのにちゃんんとと飛びつく率とかがすすごいい日本早いんですねで組織になると割とこう合意形成がなんかルールベースというよりか空気ベースだったりして納得してない人が10人中2人いると決まらないとかになりやすいのでそちらになると。 弱いんですけれども個人単位ででうと強いので個人がエンパワーメントをしていく方向が要はインターネットとか情報通信のテクノロジーだと思っているのでそちらが強くなればなるほど日本人が発揮する力は上がるんじゃないかなと思っている派です。 もう人類とか全体でいうとやっぱあの格差問題とかが一番個人的には多くあって資本主義っていう OS を今多くの国で使ってると思うんですけれども資本主義の挙動的にやっぱり格差が生まれやすいとかあの数値化できるお金が目的になりやすいとか成長し続けなきゃいけないとか。 人口が多い方が有利とかなんかいろんな要素があると思うんですけどこれと実態が合ってなかったりとかあのそれを進めると不幸なことも起こるみたいな課題があるので、まあ、そこが一一番大きなかなかと個人的には思ってます、まあ、世界中の人が今ポスト資本主義について考えていると思うんですけれどもこれは良い回だなと思ったことは正直あんまりないんですけれどもその。 資本主義ののの経済の中でではないお金のやり取り取というんでしょうかまあ例えばクラウドファンディングで応援するために10万円払うとか単純に頑張ってほしいからこれを買うみたいな今推し活と呼ばれるような領域とかも含めてそういった経済が回っているのとかを見ると可能性は感じますね。 例えばスティーブ・ジョブズっていう天才がいたから世界変わったよねと思うそういう個人のすごさではなくてやっぱんでしょう人間の主体って社会だと思ってるのであの社会に知識がたまるし社会に才能がたまって社会があの例えば iPhone みたいなのを発明しているっていう感覚に近いのでその意味で言うと人類の力は信じてるのかもしれないですね。